こんにちは、レイセンです。今日は5月5日水曜日になります。実験生活1116日目、不老不死週1絶食16日目と、代替ヨーグルトで生活実験31日目です。天気は雨。もう今日1日雨かな、これ。で、現在時刻は午後2時5分ですね。で、今日はヨーグルトと、あとパンでやっていきます。パンが今、焼いてる最中で、4時頃だね。4時頃焼けるんで、そしたら味の確認するってとこです。今回はオレンジジュースだね。ストレートの。いつも使ってるやつだね。あれ50ミリほど入れてるんで。あとはちょっといまいち元気のない麹エキス。泡の出てない麹エキス使ってるから、なんであれ泡出てないのかちょっとわかんないんだけど、レシピ通りには作ってるんだけど、出来がなんか良くないんだよね。まあ今後ちょっと温度をね、もうちょっと下げたりとか、今2度下げて試してるんだけど、いろいろ試行錯誤はまあしていこうとは思ってますけどね、パン焼くのに麹エキスはどうしても必要だもんで、ってところです。そんだけかな。でジョギングはまあ夕方頃はおそらく行けないと思うから、天気悪いんでね。翌朝だね。翌朝上がってたらまあジョギング行ってきます。そんだけかな。したら始めていきます。1杯目作っていきます。これ A の瓶ですね。5月1日正午12時半頃に仕込んだ60世代目10時間発酵のタイプ。こっから300、これは出来いいね。こうこんな感じなの。これだよ、これ。ヨーグルトはこうじゃないと。この間の C の瓶、あれはちょっとね、シャビシャビすぎてたよな。微生物の問題かな。なんか入り込んでて過発酵っぽくなっちゃってるかもしれない。味美味しいんだけどね。でグリーンスムージーを200、できな粉、まあ大さじ2杯分ぐらいだと思うんで全部入れちゃいます。この後いつも通りですね、シャワー浴びて神棚やって、マッサージチェアでマッサージして、あと洗濯物も一応どうしようかな。洗濯物やめとこうかな。まあ部屋干しになるけどね、雨降ってるので。やるにしてもね。黒糖はいらないな、やめとこう。ターメリック、焼きターメリックを 3g。 このとこですね。もうあとちょっとだね。一応予備に一袋あるけど、ブラックペッパーを 1g、 20回ぐらい。やっぱ新品の時はねすごい出がいいんだわ。で、あと水。これ昨日の残りですね。これ入れていきます。これ長良の名水を300で、あと大豆大根の酢漬け、もうそろそろあれ使い切っちゃいたいんで、まあちょっと多めに取ろうかな。あんまりね取りすぎるの良くないんだけどね、老化するから。これね、これとこれ、まだもう一本あるんだよ、これ。全然手つかずのやつ。全く手つかずのやつがあるんだよ。こっちはもう今日中に空にしちゃおうと思ってます。ちょっと開けて。で、麹エキスがあんまり長い間ね、44度の空間に入れとくとあかんもんで、まあ、冷蔵庫に移しちゃおうかなと思ってます。あとこっちはね、クロス、大豆のクロス漬け。
これもまあこれ以上はね膨らまないんで、あとはまあ食べていくだけなんでね、これも適宜取っていこうかなと思っています、で今2時15分でしょ、で4時頃にパン焼けるんで、それまでは一応ヨーグルトだね、でと、まあ、この辺でしのぐってとこです。したら取ってきます。次入れていきます。これ A の瓶ですね。こっから300、今風呂入って、でちょっと湯船にも使ってボーっとしてた。その後神棚やってでマッサージやったとこですね、でオレンジを200、できな粉を大さじ2杯、したら取ってきます。これ焼けたとこですね、悪くない、思ったよりいい感じですね。もっとひどいかなと思ったけど、味、お腹はね空いてないんだけどね、さっきのヨーグルトで、あでもまだマシかな、なんかオレンジの味はあんましない、オレンジっていう感じはしないんだけど、あんまりっていうか全然しないんだけど、なんだけどね、あの麹エキスの独特な味が消えてる、まあ麹がまだマシなのかもしれないけど、まあ今回は一応レシピ通りに作ってるもんで、一応なんか麹の、まあ、独特の味は消えてて、まあオレンジの味はちょっと分かんないけど、わずかに酸味がある。普通に食べれるけどな。すごい美味しいかって言われたら、美味しいって言われると微妙かもしれない。まずくはないけど、美味しいって言われると、なんとも言えんなってとこですね。したら、これ取っていきます。次入れていきます。これ A の瓶ですね。ここから300、割とね熱い、熱いね、やっぱパン食べると体が熱持つね、めっちゃ熱いんだわ、汗出てくる、ちょっと扇風機かけたりとかもしてました。熱い方が若返りにはいいかもしれないけどね、血の巡りが良くなるんで。髪の毛なんかでも白髪多いけどさ、あれも血の巡りが悪くなると白髪増えるっていう、逆に巡り良くなるとまた黒くなるっていうしね、オレンジを200ってことは、血の巡りがいい方が若返りにはプラスになると思うからって考えると、パンは割といいかもしれないんだよな。あとやっぱりね、全然しんどくないね。しんどくない。もう全然しんどくないよ。マジで。こんなに違うんかってぐらい。まあやったらわかる。だるくならない。眠くもならんし、やる気が出ないみたいなこともないね。で、きな粉大さじ2杯。めっちゃ調子いいよ、あのパン。スペルト小麦の全粒粉ですね。
鎌倉香辛料さんの、したら取ってきます。おはようございます。今日やっちゃったね。パソコンのところに置きっぱなしにしててカメラで寝ちゃったんだわ、なんで映ってないね最初の方ね、3、4時間ぐらいか4時間半ぐらい映ってない、途中起きて3時ぐらい起きてその時に気づいたんだよね、まあちょっと最初ね編集作業やってたんでね、少しだけね、眠くなっちゃったもんで、まあ、寝たんだけどさ、今からジョギング行ってこようと思います。まあ遅くなっちゃったけどね、本当は6時ぐらいに来たかったんだけどさ、起きたのが8時過ぎてたんでね、したら行ってきます。次はできます。これ A の便ですね。ここから300、今走ってきたとこです。まあ、全長5キロぐらいで 3.8 キロぐらいは走れてると思うんだけど、なんかこの間よりも体が重く感じた、まあ十中八九パンだろうなと思うよ。なので体が軽かったのは絶食のおかげかもな、もしかしたらね、絶食のおかげか、あるいは翌日に食べた豆腐だね、あれのおかげか、まあ、どっちかだと思うけど、あるいは両方か。でオレンジを200、またちょっと絶食やった後にね走ってみたりとか、いろいろ試行錯誤してみたら分かってくると思うけど、今日はちょっと重かったな体が、この間ほど、前回ほどはなんか気持ちよく走れなかったっていうか、できなく忘れ2杯、バイオリズムとかもあるだよな、違いには言えんかな。まあでも十中八九パンだと思うけどな、しかも今回一気に全部いっぺんに取ってるだよな。これでも悪くないんだよな、一気に取ってもね割と大丈夫なんだよ、全然しんどくないんだよね、不思議と。あと水も欲しいんだわ。まだ動画の編集やってないんだよ、10時半なのに。だ今日もまた遅くなっちゃいそうですね、ただ気持ちよかったね、やっぱ雨上がりでね、早朝走りたかったな今日は。そしたら撮ってきます。おはようございます。今午後2時5分ですね。ちょうど編集、ちょうどっていうか今編集終わったところです。そしたら計測入っていき、どうしようかな、ウイロウリを2回やってで2時半だな、2時半に計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、
73ですね。血圧117-76です。今日の結果報告です。今日は天気雨ですね。まあ大体日中から夜にかけてずっと雨だったかな。途中やんど夜ぐらいやんだかな。で、睡眠時間7時間半ほどとっています。午後10時半から翌日午前3時までの4時間半と翌日午前5時から8時までの3時間、合わせて7時間半ってところです。ジョギングは朝5キロですね。まあ5キロ、全長5キロで、うち 3.8 キロぐらいは走ってます。まあ今後は一応まあ普通のねジョギングのやり方だもんで、走ってちょっとクールダウン入れて、走ってクールダウン入れて、なんでまあ5キロっていうことでいいじゃないかなと思ってます。なんでジョギング今日5キロですね。5キロ走ってます。でウェイトトレーニングはまあなしですね。いつも通りで、ハリで懸垂7回ですね。ジョギング行くときに7回行って、で帰ってきてからまた裏懸垂で7回ですね。はやってます。で、日中の室内温度、午後1時50分頃計測で23度、湿度は 63% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日は A60 世代目10時間発酵のタイプを4杯で 1200ml 取っています。で、グリーンスムージーは200、オレンジは600、水はながらの名水で400です。まあ最後ね300入れたんだけど、実際100しか飲まなかったもんで、またあと200は冷蔵庫残ってます。合計が 2400ml、 水400のため実質は 2000ml です。まあ4杯なんでね、 2000ml、 これプラス固形物、今日はパンですね。自家製の三菌酵素パンを一気に取ってます。今日はこれだけだね、固形物は。で、きな粉大さじ8杯、ターメリック 3g、 ブラックペッパー 1g、 大豆大根の酢漬け適当ってとこです。大豆大根の酢漬けに関してはいつもよりも今日はちょっと多めに取ってる。もう容器だね、瓶もう残り少なかった瓶の方だね。あっちはもう全部取ったってとこです。もう空にした。で、中にちょっと麹エキスを入れようと思うんで、麹エキスもあんまりずっとね44度の中入れっぱなしだと良くないもんで、移し替えるってところです。そのために今開けたってとこですね。で、大豆の黒酢漬け、あれも取る予定だったんだけど、結局取らなかった今日は。まあ明日だね、明日取ろうかなと思ってます。尿回数5回出てて、濃さ薄め、量は平均的少ない時がありました。大便今日1回ですね、出てます。午後8時頃、色褐色、一部黒色ですね。太バナナ状20センチプラス中太バナナ状20センチプラスソフトクリーム状で100ミリくらい、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。この一部黒色っていうのはね、このソフトクリーム状100ミリだね。最初太いのがニューッと20センチ出て、その後中太状でニューッと出てきて20センチで、ラストになんかソフトクリーム状でブチュブチュブチュってね、100ミリほど出てきた。その最後の100ミリが真っ黒だったんで、あれ昨日の冷凍ブルーベリー 1000g だねその一部だと思う。なんで、まあ昨日食べたやつが今日出てきたってとこですね。で、おならはたまにありで、匂いは少しありってところです。匂いがちょっとあった、多分パンの影響だな。パン食べるとなんかちょっとね、おなら臭くなるね。少しだけ匂いが出るね、パン食べるとね。パンなしでやるとおならないんだわ。やっぱ食べてるものだよな。だけどパン食べてもね、調子いいんだよ、あれ。あのパンは調子がいいんだわ。精神の状態もいいし、体の状態もいいから、まあちょっとね、走ってる時だけなんか体重いかなと思ったけどね。まあでも調子いいんだよ。今日の計測時刻は午後2時半頃です。昨日よりも1時間と30分ほど遅いですね。まあその分 0.15 キロぐらいは減ってることになります。体重 64.70 キロ、昨日に比べて 0.65 キロのマイナスです。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.5 キロのマイナスですね。この体重2日前と同じだね。2日前 64.70 キロ、今日も 64.70 キロなんでね。体重がどんどんどんって戻ったね
昨日ちょっと高くなって今日戻ったの。昨日豆腐いっぱい食べてるでな。多分で、あのパンだね。パン意外に体重増やさないね。不思議なもんでね。増えそうなもんだけどさ。一気にね、いっぺんに食べたんだけど、体重増えてないね。なのでやっぱ小麦粉の質だ。質めちゃめちゃ大事だな、やっぱ。なんか小麦粉はね、選ばなきゃダメ。選ばなきゃダメだね。ですね。で、BMI は 20.4 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 14.2% で 0.9% のマイナスです。なんで体脂肪率ドーンと落ちてんだよね今日。だから体重も体脂肪率も今日ドーンと落ちてんだよ。面白いね。で、血圧117の76、最高血圧マイナス4、最低血圧マイナス3。なんで血圧微妙になんか下がってる感じしますね。脈拍73でプラス5、ウエスト73センチで1センチのマイナスです。まあ体重減ってるんでね、ウエストも妥当なとこでしょう。で、今日の気づき、まずパンなんだけど、まあパンさっき今いいって言ったんだけど、ジョギング今日行ったんだよ朝。そしたらね、なんかちょっと体重かったな。ちょっと重かったんだわ。こないだすごい快調、こないだとか2日前か、昨日すごいなんか調子良かったって夕方走った時にね、すごい体が軽かったって話したと思うんだけど、今日はね重かったんだよ。まあ朝だったもんでっていう可能性もあるけどな。朝寝起きだったもんで、それで重かった可能性もあるんだけど、もしかしたらパンの影響かもしれないってとこですね。まあ、この辺はちょっと今後もね、パン食べて走っていけばね、まあ、だんだんちょっと分かってくるっていうか見えてくると思うから、傾向がね、あ、やっぱりパンだなっていう風になるかもしれないし、あるいはそうじゃないかもしれないし、やっぱり夕方だったらパン食べても体が軽いみたいなねあるかもしれないし、ちょっとそこ確認していこうかなと思ってます。なんでまだ数日間はパンだね食べていこうかなと思ってます。一応買ったやつはね、あのスペルト小麦の全粒粉、アマゾンでいくらぐらいだったっけな、1600円ぐらいだったかな。アマゾンで買えるよあれ、スペルト小麦の全粒粉ね。あの鎌倉香辛料さん、鎌倉テトラだったかな、香辛料さん、なんか名前がいくつかあるんだよなあれねな、鎌倉テトラっていうのはグループの名前だったかな。鎌倉テトラか、もしくは鎌倉香辛料さんだね。っていう、まあ、そこが販売してるんだけど、あの有機ターメリックと同じ会社ですね。そこが出してるスペルト小麦の全粒粉ですね。全粒粉、普通の全粒粉じゃないやつ、普通の強力粉も売ってるんだけど、全粒粉の方だね買うなら。全粒粉を買って、あれ 900g だったな。 900g で1600円ぐらいだから高いんだよ。スペルト小麦高いんだよ。だけど絶対ねこっちの方がいいっていうかね、まあ、選択肢にならない、安い小麦は。選択肢なら、あれは食べ物じゃない。そもそも食べ物じゃないわ、あれは。食べちゃダメなやつだね。遺伝子組み換えとか、品種改良めちゃくちゃやっちゃって、くっちゃくちゃになったやつだから、もはや食べ物じゃないんだよ。だから買っちゃダメだね。買うならスペルト小麦ですね。と、あと日清のパン専用小麦粉だね。あれをまあ1対1で割ってっていうか半々で入れてね、で作るっていう、そのパンなら OK だな、ってとこです。まあやったら分かる、実際に食べてみたら分かる、こんなに違うんだっていうね、で今パンちょっと焼いてるんだわ、今焼いてるやつがあのグリーンスムージーだね。グリーンスムージーを50ミリほど入れてる、水の代わりにね。水90入れる代わりにグリーンスムージー50とあと水50入れてるんだわ、まあ、合計100なんだけどさ、まあ、ちょっとねちょっと適当に今日は作ってるんでね。小麦粉は綺麗に測れたんだけど、水麹エキスと水はちょっと多めに入っちゃったね。どうなるか分かんないけど、ただグリーンスムージーって粘性高いもんで、あれ水の代わりとしてはちょっと厳しいところがあると思うんだよ。
オレンジだったらシャビシャビだもんで、まあ水みたいな感じで使えると思うんだけど、グリーンスムージーは水と同じような使い方はおそらくできないと思うから、あれを使うんだったら水ちょっと多めに入れないとダメなんじゃないかなと思いますね。あのグリーンスムージーね、粘度が高いから、うん、で焼いてるんだけど、まあ焼いてるっていうか発酵か、発酵させて、まあ7時間だね、コーンベーカリーで今あの焼いてるとこなんだけど、すごいいい匂いするんだわ。何これ、焼いてる、焼くのはもうちょっと先かな、うん、発酵中かな、うん、発酵中の匂いがねすごくいいんだわ、うん、なんかね知らないけどいい匂いが出てくるんだよ、コーンベーカリーから。あれ何この匂いって感じだね。すごい美味しそうな匂いなんだわ。まだ焼きには入ってないと思うんだけどね、うん、だから一次発酵二次発酵の最中だと思うんだけど、すごいいい匂いしてくるんだよね、うん、だもしかしたら美味しいかもしれない、グリーンスムージーね、グリーンスムージーを入れると美味しいパンができるかもしれない。わかんないけどね、匂いだけよくって味は全然って可能性もあるから、うん、ただ匂いは本当ね、いい匂いするんだよ、うまい、うまそうな匂いするんだよ、お腹をすくねあれね、うん、まあそんな感じです。明日の3時40分だったな、3時40分ぐらいに焼けるん で今は2時50分だから、まあ50分後だね、うん、に焼けます。で明日のまあ最初ヨーグルト作って、でその後すぐパン食べてってとこですね。で味の確認します。でまあ夜だね、今日まあ寝る時、まあ、午後10時半の時点で結構眠たかったもんで、まあ、パンの影響と思うけど、うん、で、まあ、ちょっと動画の編集少しだけやったんだけど、うん、あんまりに眠たかったんでね、まあ、途中で切り上げて、で布団で寝たんだよね。まあ、寝につくときはあまりやる気しなかったもんで、あの幽体離脱の訓練だね、まあ、しなかったんだけど、で何時頃起きたっけな、3時ぐらいか、あ3時だな、3時頃起きて目が覚めて、でね寝起きすごい良かったんだわ、めっちゃ良かったんだよ寝起き、うん、なんだけどそのままあと幽体離脱の訓練だね、うん、まあ、それは絶対やっときたかったもんで、もう毎日ね訓練はしたいと思ってるんで、幽体離脱の訓練をまあちょっとやってたってとこですね。で寝についたのが今度午前5時だね、2時間ぐらいちょっと訓練やってたってとこです。あ2時間違うな、2時間じゃないな、途中でゲーム少し挟んでるんでね、まあ1時間から1時間半ぐらいかなはあの訓練やってます。うん、幽体離脱の訓練ね、うん、まあとりあえず2週間ぐらいはあの、まあ、息止めるでもね、ある程度息止めて、なんかじわーっと体のねこの感覚だね、輪郭っていうのかな、輪郭がなくなってきてしびれるような感じっていうのかな、まあそこをまああの確実にできるっていうか、うん、そこまでにしとこうかなと思ってます。2週間はね、そこまで持っていく、体がじわーっとね、じわーっと感覚なくなってきて、でしびれるような感じっていうのかな、うん、精神と肉体がちょっと分離し始めるところだね、まあそこまでにしとくっていうね、うん、でそれに慣れてきたら、ちょっと余裕が出てきたら、さらに深いところにね潜っていくっていう、息も完全に止めてね、もっともっともっとあの体が分離していくっていうのかな、精神と体が分離するように持っていくっていう、うん、そんな感じです。なんで2週間はね、しばらくはあの、まあ、軽くね、軽くやる、うん、軽くちょっとね、ちょっとあの、うん、しびれが出るぐらいのところって、うん、輪郭がなくなるところっていうかな、うん、あこれこれこれ分離するときこれみたいなあるんだわそういう感覚が、その感覚がまあ出たところまでにしとくっていうところですね、うん、で考えてます。明日もヨーグルト3、4杯、まあ4杯だな、4杯ぐらい取って、で、パン一気に食べて、で、まあなんか欲しかったらちょっと買い出しで、冷凍ブルーベリーとかね、買ってこようかなと思ってます。まあ冷凍ブルーベリーくらいかな、欲しいのは。うん。あとまあ、黒豆絞りとかもまだできたらちょっと欲しいなと思うけどね。
それぐらいかな。で、まあ夕方はパン食べた後なんで多分走らないと思う。多分走れないと思うんで。で、朝だな。翌朝にジョギング5キロですね。まあ行く予定です。もちろん懸垂もね。やっぱいいね、懸垂。調子がいい。朝、その行くときだね。行くときに、針でね、針で懸垂7回。で、帰ってきたら今度手変えて裏懸垂で7回。これがいいな、今のところ調子がいい、で、まあ、気温も暖かくなってきたし走りやすいね、いい感じです。そんなところですね、まだちょっとしばらくはね、一気飲みしちゃうな。500ヨーグルト500一気飲んじゃうね、やっぱりね。パンもね、一気に全部いっぺんに取っちゃうね。一気食べ一気飲み、これは良くないんだけどね、良くないんだけど、分かってるんだけどさ、なかなかね抜け出せない、やめられないっていうね。まあね、やってたらどっかでねできるようになるからさ、無理せずね流れに任せて進めていこうと思っています。でもいいでしょう、なんか全然動物性のもの取ってないよね。塩も取ってない、全く。実験としては面白いよね。全く塩取らずにこれ全然問題ないじゃんみたいなさ感じになってるから、実際問題ないんだあれ。でもね、いろんな人がさ、いろんなこと言ってる、ああだこうだああだこうだ言ってるじゃん。あれはいい、これがいい、あれはダメ、これはダメって言って、テレビなんかでもさ、ああだこうだ言ってるよね、みんなが。結局混乱するわな。実際どうなのみたいな。同じものでも取った方がいいっていう人と、取ったら危ないっていう人といてさ、どっちなのみたいな。大半あれ嘘だけどさ、大半嘘なんだよ。実際やってみるとよくわかる。嘘か、もしくは、説明不足か、どっちかだね。聞くは聞くけど、一日しか聞かないとかさ。聞くって言っても、なんていうのかな、実感できないレベルで聞いてるみたいなさ。吸収されますよ、みたいな言ってても、吸収されるって言って、どのぐらい吸収されるのか説明してないみたいなさ。ほとんど無視できるレベルで吸収はされてるんだけど、それを吸収されてますよって言ってたりするんだよ。だけど実際はわずかなレベルでしか入ってないもんで、無視できるレベルでしか入ってないから、吸収されるっていう言い方は語弊があるみたいなさ、ものもあるんだよね。コラーゲンみたいなやつだな。コラーゲン、あれコラーゲン吸収されますよって言うけど、実際吸収されないんだよ、あれは。されないんだけど、微量吸収されるんだよ。微量。まあ、誤差レベルっていうのかな。無視できるレベルで吸収はあるんだけど、ほとんど吸収されないから。でも、わずかな量吸収できてるもんで、一応吸収されますよって言い回しを使ってる人がいるんだよね。まあ、詐欺だな。詐欺レベルなんだわ。そういう詐欺みたいな説明が割と多いんだよね。割と多いっていうか大半そうなんだよ。実際自分でやってみるしかないんだよね、ああいうの。だからどこどこの研究者がって言うと、みんなそれ鵜呑みにしちゃうじゃん。でもあれ裏があるんだよな。知ってる人は知ってるってやつ。まあなんで、信じるのは危険ってことだね。信じちゃダメってことだ。信じるんじゃなくって、実際に自分でちょっとやってみるっていうね、それが必要だね。やったことがまあ本当の知識っていうのかな。だから嘘が多いんだよ、この世の中さ。嘘だらけなんだわ。嘘だらけだもんで、自分でやってみないとわからんってやつだね。やってみたらわかるんだわ。やった感じ、塩は別に、まあ、いらないなって感じですね。別になくても平気っていうか、体の状態はすごく調子がいいっていう感じですね。あと動物性のものもまあ取らなくてもいいなっていうところです。調子がいいんでね。
まあ、取ると汚れるからな、あれ、うん、汚れるんでね、あの汚れる感覚をね味わうとよくわかるんだよ。もう味わうとはすっごいやばいなっていうのがよくわかる、うん、いかにその動物性のもの死骸だな、死骸があの精神っていうか、うん、その人にものすごくマイナスになるっていうのかな、取ればわかるんだけどさ、まあ、動物性のものはいらないな、うん、いらないって感じですね、うん、まあ、実験今までね何年もしてきてさ、あとはどこまで絞れるかってね、うん、不老不死に必要なものだね、取捨選択ってやつだね、うん、どれが必要でどれが必要ないのかっていう、まあ、その辺は見極めていきたいというところですね。そんな感じです。まあ、あの動物性のものはいらないけど豆乳だね、豆乳は必要だな、うん、あれは神の飲み物だ、うん、豆乳で特にヨーグルトだね、豆乳で作ったヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、これ一番いいね、これ必要だね、うん、これのおかげで、まあ、今走れてる、うん、骨もね丈夫になった、関節もね治った、うん、走れてるから、うん、なので豆乳は必要だな、カルシウムだね、カルシウム必要ですね。まあ、あの有機豆乳1リットル毎日飲んでたらよくわかる、うん、あの動物性のものが気持ち悪くなるから、気持ち悪いものに見えてくるからよくわかる、まあ、やったらわかる、うん、うげって感じだよ、うん、まあそんなところはですね。そしたら実験生活1116日目完了です。それではまた明日。